100万回生きた猫は1977年に出版された佐野陽子作の絵本。輪廻転生を繰り返している一匹の猫がやがて運命の相手と出会ったことで愛や悲しみを知っていく様を描いた哲学的な要素を含んだ作品。子供より大人からの支持を得ているとの評価も見られ絵本の名作と呼ばれることも少なくない。読み手により 様々な解釈が考えられるが、それまで心を開かずに、虚栄心のみで生きていた猫が、他人に興味を惹かれて、恋をして、家族を持ち、長い人生の果てに、大切な人を亡くすことで、初めて愛を知り悲しみを知る、という、シンプルだが奥深いストーリーが、印象的な作品である。本書の帯によれば、2013年9月現在で、通算200万部以上を発行している。 通常の絵本に加え、作者のサインと縫いぐるみがセットされた特別版スペシャルボックスも販売されている。昔は100万回死んだ猫だったが、教育上の理由でタイトルが変更されたという都市伝説がルフしているが、そのような事実はない。主人公の猫は、ある時は一国の王の猫となり、ある時は船乗りの猫となり、その他、サーカスの手品使いの猫。 泥棒の猫、一人ぼっちのおばあさんの猫、小さな女の子の猫、と100万回生まれ変わっては、様々な飼い主のもとで死んでゆく。その時、100万人の飼い主は、猫の死にひどく悲しんでいたが、当の猫は全く悲しまなかった。主人公の猫は、それぞれの飼い主たちのことが大嫌いだったのだ。ある時、主人公の猫は、誰の猫でもない立派な野良猫となっていた。 自分だけのことが好きな主人公の猫は、百万回生きたことを自慢し、周囲のメス猫たちも何とか友達や恋人になろうと、プレゼントを持って来たりして周囲に寄ってくる。しかし、唯一自分に関心を示さなかった一匹の白猫の興味を何とか引こうとするうちに、いつの間にか主人公の猫は、白猫と一緒にいたいと思うようになる。そして、白猫にプロポーズをするのであった。 白猫は主人公の猫の思いを受け入れる。時が経つと白猫はたくさん子供を産み、猫はもはや自分より白猫や子供たちの方が好きになっていた。やがて子供たちもまた立派な野良猫になり去っていった。白猫はだんだんと年老いて行き、やがて猫の隣で静かに動かなくなっていた。そこで猫は初めて悲しみ、 朝になっても昼になっても夕方になっても夜になっても100万回泣き続け、ある日のお昼に猫は泣きやんだ。そして猫も、とうとう白猫の隣で静かに動かなくなり、決して生き返らなかった。NHK 教育テレビの番組、母とこのテレビ絵本において映像化された。初回放送は1991年5月3日で、以後も不定期にリピート放映されている。 1995年には、大竹忍朗読による CD が発売された。2012年12月8日、小谷忠則監督による佐野洋子の晩年を記録した映画、ドキュメンタリー映画100万回生きた猫が日本公開された。佐野は顔を映さないという条件で出演している。ありがとうございます。